イサームティ・ムハンマドフ・フセイン・エル・エリアン。イサームティ・ムハンマドフ・フセイン・エル・エリアンは、エジプトの政治家、医師、病理学者。自由公正党副党首、諮問評議会議員、元大統領顧問。ムスリム同胞団員。アリアンとも表記される。ギーザ県エンバーバ出身。カイロ大学卒。多くの分野の学位を取得している。 1987年人民議会選挙において、エンバーバ選挙区で当選。同人期における人民議会最年少議員であった。2011年から2012年1月にかけて行われた人民議会選挙で当選。2012年8月27日、大統領顧問に任命された。2012年10月、自由公正党党首選挙に立候補したが、 ムハンマドサードエルカタートニーに敗れた。2013年エジプトクーデターの後、同年7月30日に他のムスリム同胞団メンバーと共に逮捕された。その後、無期懲役が言い渡され、2020年8月13日に死去するまでトラケ務ム署内にあるスコーピオン監獄に監禁されていた。この監獄はムバーラク時代から劣悪な環境で悪名が書く。 エリアンも入国中に C 型肝炎を発病するなど過酷な生活を強いられていた66細胞図。ありがとうございます。